貫禄を感じた、見事という他はない。正月恒例のテレビ番組、芸能人格付けチェックで、ミュージシャンのGACKTさんと共演者の絡みが、新年早々視聴者を大笑いさせたようだ。自身は同番組でこれまで個人58連勝と無類の一流芸能人ぶりを発揮していたが、今回はコンビを組んだエアーバンドゴールデンボンバーの鬼龍院翔さんがまさかの不正解連発。説教モードに入りかけたGACKTさんだったが、GACKTさんスライディング土下座に、ミュージシャンだぜ、芸能人格付けチェック、これぞ真の一流品だ、2020お正月 SP、ABC テレビテレビ朝日系は1月1日に放送。同番組ではチームを組んだ芸能人が、高級料理やプロの演奏などを6つの問題に挑み、一流芸能人にふさわしいかどうかをチェックする。問題は2択か3択で出され、正解すれば一流のままだが、間違えるごとにチームを組む芸能人ともども、普通、二流、三流、そっくりさん、移す価値なし、とランクダウンし、番組中の扱いが雑になる。GACKTさんは同番組でこれまで、個人の連勝街道を突き進んできた。一方、コンビの芸能人が不正解したことはある。今回も連勝記録とともに、誰と組んで出演するかにも注目が集まっていた。だが、相方となった鬼龍院さんは、2問目の吹奏楽問題で早速つまずいた。国内屈指のプロ吹奏楽団、ハーツウィンズと、高校の吹奏楽部との演奏を当てる問題で不正解。出題前には、一応僕もミュージシャンなんで、と話す鬼龍院さんに、GACKTさんが、ミュージシャンがこれ間違うわけがないですよ。ありえない、もし間違ったら坊主にする、とプレッシャーをかけていただけに、不正解と発表され、普通芸能人にランクダウンが決まるや冷や不穏な空気が流れる。GACKTさんの元に戻ってきた鬼龍院さんはスライディング土下座で、本当に申し訳ございませんでした。直後にスタジオは休憩を挟んだが、お前ちょっと、他の問題で間違えるならわかるけど、この問題で間違えるって何事か。ここで間違う、ミュージシャンだぜ、と、説教、タイムへ。勘弁してよ、びっくりするわ、あれだぜ、ソロデビュー、20周年だぜ、と続けるGACKTさんに、鬼龍院さんは恐縮しきりだった。